はい、今日紹介したい時計はこちらのラリアートのですね、時計です。もうこれ電池が切れて止まっちゃってるんですけども、ラリアート系のですね、アパレル関係って本当に今はもう根強くてですね、根強い人気で、この辺も入手困難でなかなか手に入らないんですけども、1本このモデルの時計を持ってます。ただですね、ここが革でもなければメタルでもない、こういう感じなんで、かなり劣化してですね、切れちゃってます。ぜひラリーが好きな方、モータースポーツファンの方はですね、まあ、そうそうこれも中古で見かけないとは思うんですけども、まあコレクションにいかがでしょうか。以上、ラリーアートの時計の紹介でした。はい、こちらはですね、夜になるとこんだけ夜光というか蓄光になってまして、かなり綺麗です。